これは同じくアトリエ玉治の日出ずる方角の壁面です。これらのフォトグラフも僕の社団法人日本漫画家協会会員としての色彩感覚を東三国駅前の DP 富士という写真屋さんの大塚真一さんに徹底的に伝えて色をちゃんと出せるようにトレーニングを重ねてここまで出来上がった作品たちです。一つ一つの作品たちにはすべて思い出があり、彼の技術なくしてはこの写真はできなかったでしょう。